南京あずま寺駅は中華人民共和国上海市江北にある上海軌道交通の駅。2号線と10号線が乗り入れる駅。2号線開業時は南北の通りの名称である河南中寺駅であったが、上海軌道交通10号線が河南中路の下を通るため、2006年10月に東西の通りの名称である南京あずま寺駅に変更された。 2010年4月10日に10号線が開通し、接続駅となった。2号線ホーム10号線ホーム地下駅。2号線の駅施設、10号線の駅施設、両線の連絡通路を真上から見ると左右反転した L 字の形をしている。2号線は南京路歩行者天国の地下に位置し、地下1階が改札街、地下2階がホーム階である。ホームは、 島式一面二線を有する。十号線は、河南中路の地下に位置し、地下二階が改札街、地下三階がホーム階である。ホームは、島式一面二線を有する。二号線、十号線ともに案内状の乗り場番号は、設定されていない。Y イタンへの最寄り駅であり、上海を訪れる観光客を中心に、乗降客数は、毎年高い水準を誇る。 ワイタンで主要なイベントが開催されるときには臨時に、駅の閉鎖、全列車通過措置が取られる。2010年現在、当駅の1日あたりの平均旅客数は10万人を超えている。20、37、49、66、66区間、220、921、929ウィキメディアコモンズには、南京東寺駅に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。